第8号科学衛星天馬は、旧文部省宇宙科学研究所が開発した、日本で2番目の X 線天文衛星である。1983年2月20日に、鹿児島県内野浦町にある、鹿児島宇宙空間観測所から打ち上げられた。名前は、ペガソスの和訳である、天馬に由来する。なお、英語表記は、天馬である。 天馬は先代の X 線天文衛星である白鳥による成果を発展させるために開発された。白鳥は X 線星、X 線バースト、高難 X 線星雲などを観測し成果を上げたが、同時にその観測結果は新たな疑問をもたらした。この問題を解明すべく、天馬は白鳥よりもエネルギー分解能に優れた。 蛍光比例係数管を主観測器として搭載し、この他に、内 X 線反射集光共装置、格子や X 線モニター、放射線体の検知とガンマ線バーストの記録を行う検出器を搭載した。天馬の搭載する蛍光比例係数管は、太陽観測衛星、火の鳥でも使われたガス蛍光比例係数管を発展させたものであり、 X1000 天文衛星としては初めて採用された。1983年2月20日14時10分、M-3S ロケット3号機によって打ち上げられ、近地点 497km、遠地点 503km の略円軌道に投入された。同年3月から定常観測に入った。その直後に姿勢制御用のホイールに異常が発生し、観測精度に 若干の低下をきたしたが、運用は問題なく続けられた。1984年7月、電源系に異常が発生し、バッテリーが使えなくなった。このため日陰での運用が不可能となり、また日陰をまたいだ長期の観測もできなくなった。その後も運用は続けられたが、装置不具合によるトラブルの影響の回避ができなかった。 ため1985年11月11日に観測運用を終了した。軌道運用はその後も継続し、1989年1月19日、大気圏に再突入して消滅した。バッテリーのトラブルによって観測装置系の電源が規定値に達しなくなったため、高電圧を要する傾向比例係数間の運用は停止された。 しかしその後も軌道系の運用システムは継続し、様々な軌道実験を行い、後の宇宙 X 線観測衛星アスカの軸制御等の貴重なデータが得られることになった。中性子には、もともと時期アノマリー現象が1933年にシュテルンゲルラッハの実験等によって明らかになっていた。中性子星が中性子の液体、個体層からなるとされている。よって、 特に生成初期の中性死亡死では液体中性死相が大きいためこのような現象が起こり得る。当初は織姫と命名する案が上がっていたが文部省の担当者の徐行愛子を思い出して暗い気分になるという反対意見を受けて再検討し天馬という名前が選ばれた。ありがとうございます。